はい、おはようございます。始まりました。今日のワンコンテニュー、毎日更新でレトロゲームを遊んでおりますよ。的な動画でございますよ。はい、というわけで今日のゲームはこちらです。スーパースネーキーですね。はい、スーパーなスネーキーなゲームなんでしょうね。はい、どんなゲームかさっぱりわかりませんねと言いたいとこですが、私は一回だけこのゲームは触ったことがあるというか、まあ結構前から持ってるんですね、このゲーム。4次元っていうメーカーか。パズルゲームです。とても、ヘビっぽいパズルゲームです。さあ、どんなパズルゲームなのか見てみましょう。よろしくお願いします。今日の番組で一回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームでしょうかとかを紹介したり体験したりと思っておりますが、まあやったことはあるはずですけどほとんど覚えてないので、まあ初見プレイみたいなもんです。よろしくお願いします。どんなでしょう。4次元ってメーカーどんなだったっけな。全国高校サッカーみたいなタイトルのゲームはもうこれだった。ここだ。4次元だったっけな。なんで書いてある。スペクタルムホロバイトですって。スーパースネーキー。アラビアンな感じの BGM か。暗いなお、ヘビヘビだな。3匹のヘビ、鎖ヘビ系かな。コブラ系ですね。オプションスタート。勝手にもうスタートボタンになりました。何それ。オプション見る。まずオプション見ることになる。ワンプレイヤーイージーノーマル。ほほ見て。ノープレビューハードノープレビュー。キングコブラ、これが最高。キングコブラが最高レベルっぽい。まあノーマルにしてみますか。スタイルデザなんて。デザートって書いてある。これフォレスト、砂漠、森、ウォーター、グラス、芝。ああ、砂漠か森か水場かグラスか。ほうほう。グリッド、シャープ、スタンダード。結局のこと、ところよくわかりませんでした。ちょっと待って、なんか始まってます。ちょっと一旦待とうか、一旦待とうか。なんか急に二人プレイがまた始まってる。一人プレイでいいんだ。スタート。あ、うん？よくわかんねえな。ヘビ。ヘビだな。ヘビだな。同じ種類のヘビをどう、種類は豊富なヘビだな。あ、これなんかあれだね。下のやつと一緒だね。ここ一緒だね。あ、パク。同じ種類のヘビは食べる。パク。ワッツ。頭がどっちに行くのかを考えないといけない。これはヘビだな。まあでもヘビだな。あ、違った。どう？あ、ヘビだな。お、ヘビだな。こうすると、ほほ。で、ヘビ。で、こう、あ、こっちかな。こっち向きにして。こうしたら、お、ヘビだな。これはヘビだな。そしてこうし、あ、胴体の方食べても同じ系統だったら食べてくれるのか。おお、ヘビだな。おおお、うん、あ、なんか新しいヘビだな。新しい色のヘビだな。変な形で固まる。何なんだ
な形であんまり固まられるともはやヘビじゃなくてかな、新しい色のヘビだな。針金なのかっていうぐらい変な固まり方する。なるべくこのヘビをコンパクトな固まらせ方にしたいですね。なあ、そっちちょっと赤いヘビー、これ全部実在のヘビの色なのかな。さすがにそんなヘビはおらんやろみたいなヘビもいいのかな。お、ゴールデンヘビ、ゴールデンヘビ、なになに、接触した種類のヘビは全部食べてくれるぞ。ヘビかな、多分さっきのゴールデンヘビは。ゴールデンヘビというか、なんならシャイニングヘビか、光り輝いたから。赤いヘビ、で、ネクストヘビが左上にいるんですね。緑ヘビ、ヘビか、イモムシっぽいな。あ、間違った。あ、これ長いな、緑ヘビ。そっか、ネクストヘビのところでこのどんな長さのヘビかも分かるっちゃ分かるんだ。めちゃくちゃ長いな。そうでもなく、あー、なんでそっち行くの。いいね、いいね。黄色ヘビを狙う。赤ヘビ。お、新しいヘビ、紫ヘビ。紫ヘビ。いやヘビだな。だからシャイニングヘビが来た時にどこにどこを食べさせるかとかを考えとかないかな。お、ホワイトヘビ、アルビノ。ちょっと早くなってきたな。まず、まず超まずい。コントローラーそんなに言うこと聞いてるの？横ボタンが。どうぞどうぞどうぞ。あ、よし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 。結果おらい、結果おらい。新しいヘビ。え、なになに、な、ロング縦にドンヘビ。終わったと思ったらなんか特殊ヘビが出てきて終わらせてくんない、終わらせてくんないっていうか。進めていくとヘビの種類が増えていくことによりなんか何だヘビの
頭の形をコントロールすることによりどっちの方にこうヘビが、なんでそっち行くの。ゲームオーバーしましたゲームオーバーしました。ヘビだったな。で一旦ボリにする。あ、BGM が違う。お、これはもしかしてヘビだな。さっきは初見プレイだったけど、こんなね一回やった状態でやりますから、背景を変えるとさ出てくるヘビの種類とか変わるかなと思ったりしたんだけど、砂漠にいる、さっきは砂漠にいることが多いヘビで、今回はこう森にいることが多いヘビとかになるかなと思ったんですよね。そういうことじゃないらしい。そういうことじゃないらしい。というわけで、難易度ノーマルでやってたけどさ、ちょっとキングコブラを見て終わろうか。もしかしたら難易度がちょっと、ね、高めの方がなんかうまいこといけるかもしれないから、じゃあキングコブラレベルを見てみようか。そっか、ここでここ一周すると2プレイヤーになってたんだ。さっきそういうことか。じゃあキングコブラの一人プレイでウォーター見てみようか。これで海蛇が出てきたりするかもしれないですね。さっきのマダラ模様とか多分海蛇だからね。ストライプ模様とか海蛇っぽいけどね。チャレンジ画面に進むために4種類の蛇から20匹を消してください。どれかボタンを押してください。何言ってんの。4種類の蛇、20蛇エリミネートしてください。エリミネートは排除だったっけ。4種類しか出ないから安心してくださいってさ。狭いなあ。あん、いいや。キングコブラは、あ、しまった。よしよし、計算通りだ。キングコブラは難易度のあれじゃなくてモードのことだったのかな。それが消しゃいってこと。あれ、4種類しか出ないって言わなかったっけ。4種類しか出てないっけ。ちゃんと尻尾から食べさせることによりみたいなことあるかな。50匹のヘビを消してください。制限時間150秒です。あ、なんかチャレンジモードが始まっちゃいましたね。背景気持ち悪いな。こういう系の映像というか背景というかが苦手な人にとってはもう地獄だな。頭の形をクイッてやっとけばそっちの方に行ってくれるから、そこの意識だ。あ、そっか。
下ボタンを押せば速くなるかと思いきや、首が下に向く。入れる？あ、入れないか。このゲームもしかして、そっか。十字キーしか押してないわ。十字キーしか押してないところから横しか押してないわ。左右しか押してない。今ね、他のボタン ABXYLI、まあ、押したら何があるかなと思って、触ってみたけど何もない。どうしても縦に伸びてんの邪魔だな、尻尾が。尻尾？尻尾。胴体？尻尾か。硬くない状況だと来ると思う。あ、間違えた。あ、違った。思った方に行ってくれない。コントロールが難しいです。アウトオブタイム、タイムがアウトしました。あと15匹。スピードアップする方法とか。あ、ガブガブ。コブラの勝ち。チャレンジ失敗。もう一度どれかボタンを押してください。あ、そしてレベル1。もというのがスーパースネーキーというですね、とてもスネーキーなゲームでしたよ。いや、やはり数あるゲームを探せてもこれほどねスネーキーなゲームはないんじゃないかなと思うぐらいスーパースネーキーでしたね。はい、というわけでお疲れ様でした。さよなら。パズルとしては普通に面白かったです。さよなら。